は笹原です。The next stop is 笹原。レセットして乗り換えて、メイドセット店の方に行けますよっていうことですね。で、あれだね、相変わらず普通にツーマウンテンなんですね。車掌さんが乗ってるんで、よくある第三席のやつみたいに前のとこから乗ってとかそういうのではなく、普通に、どの扉からも降りてると。で、無人駅の場合は降りたところにタッチがあるんで、それで駅員さんが、車掌さんが確認してね、はい、OK っていうふうにするっていう確認し方。なんであれ上にあるんですね、下じゃなくて。なるほどな。で、この駅は有人駅なのかな。降りて、普通に大きい改札あるわ。よいしょ。で、チャージもできるの？チャージもできるんだ。チャージしとこう。で、チャージもできたんで、名鉄の駅はこっちか。で、名鉄のその橋の駅は、この新設駅から、ちょっと、先に行ったところにあるみたいなんで、このまま電車乗っていきましょう。まあ、なんかこっちの方のが中心に近いのかな。バローもあってね、マックもあるし。そして、このまま連絡通路で行けるみたいですね。よし。左がですね、アイカンでチャージして要求してもらいましたけど、アイカンの切符の色綺麗ですね。あの、専用のデザインになってるんでいいですね。ここなんだ。近っ。共乗駅舎でそのまま連絡通路にしてるんだ。綺麗ですね。で、連絡通路になったら、写真は繋がってないから、駅名とはこんな感じなんだね。前線の路線しかないんだ。もう一番よ。こっちに行くと、そうだ。で、終わったところもこっちか。ね、NHK 撮ってるになってますけど、そっちは走ってないですもんね、こっちは。左側ですね。ね、Hold on.